動画のご視聴ありがとうございます。ここでは本書の使い方を説明していきます。この本書の特徴は、絵があって文章がある、図があって文章がある、こういう作りになってるんです。具体的に言うと、読むときにはまず絵を見てざっくりと、あ、こういうことやってるんだなってことを理解する。そして内容を見て深い理解をしていく。そしてもう一回繰り返す。ざっくり、詳細、もう一回見る。こういうふうに反復をしながら読むようにしていってください。そして反復しながら読みながら、こういうアイコンがあるときは注意です。覚えましょう。こういうアイコンがあるときは単に重要ではなく暗記をしてほしいんです。だから具体的にはこの部分を見ないで宣言する。そして言えれば OK、 言えなければ言えないぞというところで色をつけていく。こういう単純暗記作業もやっていってください。そしてこれで順々に読んでいって、単元ごとにある程度問題を入れています。問題がところがあったら丸×を判断してメモしていく。 できれば×だと、これは間違っているぞとって思った場合は、なんで間違っているかを軽くメモをしてください。一番下の方にはなんで×なのかといった一言解説もありますので、ぜひそれと自分のメモに比べて、あ、自分の考えた通りだとっていうことを判断するようにしてみてください。他にも本書はいろんなところにいろんな仕掛けを用意しています。具体的には本書の使い方というのが冒頭にあります。そこを見ていただくと、いろんなところにいろんな仕掛けがあって、こういう意図で入れてますよとってことが載っています。ぜひそのあたりも参照してみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。